22回目、東京編まだ続きますけど、いや、いろんなことあって、宣伝部預かりになり、キャンペーンで、そこからもうアルバムとか、アルバムはもう2枚出してたんですけど、シングル版だけをそのうちに2枚ぐらい作ったのかな。でそれを持って北海道から九州まで、キャンペーン回らせていただいて、いやいや、レコード会社は一生懸命やってくれたんだと思います。なんだけど俺は言うことを聞かずに、なんてガキのくせに、ガキっていうかいい年になってんだけど、頭の中ガキで、なんだろうね、大人の世界に反抗してたっていうか、俺は横浜だなんて言うこと聞かずに、全然そのシングル版の曲なんて演奏せずに、外国の曲ばっかりやってキャンペーンを塗り切っちゃったみたいな、お前一体何を売りに来たんだっていう感じですよね。いやいや、そんなことしてて結局まあみんな困っちゃったし、そういう雰囲気もさすがの空っぽな俺にも伝わってきて、これはもうあかんと、定築レコードさんにはもう大変にお世話になって申し訳ない、なんだけど、宣伝の担当、宣伝担当の小川ちゃんとなんか収録が終わった後かな、やめさせてくれと。で僕の俺の定築時代が終わるんですけど、同時に深夜放送なんかもねやったのが、せっかくやってたのがそれもやめて、そっからねちょっとなんか変わっていくんですけど、定築レコードさんとの関わりはそこで切れたんだけど、まだほら原版会社っていうか、東芝 EMI 音楽出版と定築レコードさんが共同出資みたいな形で中村金太郎っていうのをやってたから、東芝 EMI さんとは契約が残ってたわけですよ。そこでなんて言うんでしょう、東芝 EMI さんは温存してくれたっていうほどのことはないかもしれないけど、何かやっぱり所属連絡、何か連絡先に東芝 EMI 音楽出版にしてくれたりとかしてたんで、そっからな、何やってたんだろうね俺ね。半年ぐらいは、なんだろう、一体俺は何がやりたいんだろうって、東芝、今度は東芝 EMI の担当の森ちゃんとなんかしょっちゅうお酒飲んだりなんかして、心の旅路やりまくってましたね。そんな時にちょっと天気が訪れるんですよ。皆さん、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。中村祐介でした。